はや健康的に痩せたいのに豆腐を食べないなんて人生損してる。ダイエットに効果的なタンパク源といえば豆腐をイメージする方多いのではないでしょうか。豆腐は調理いらずで、そして低価格、コンビニでもね手軽に手に入るので誰でも簡単に取り入れやすいっていうところがね魅力ですよね。とはいえ、あまりにも身近な食品すぎてその効果を知らない方も多いかもしれません。しかし私は今日声をね大にして言いたい、それは豆腐のダイエット効果を知らないなんてもったいないよということでございます。ということで今回の動画は効果的に痩せるための豆腐の取り入れ方というテーマでお伝えをしていきます。取り入れ方を間違えてしまうと思ったようなダイエット効果が得られない場合もあるので、効果的に痩せたい方は最後まで必ずチェックしてみてくださいね。それでは今日のテーマいきましょう。豆腐がダイエットに効果的な理由の一つ目です。高タンパク低カロリー。タンパク質が不足すると筋肉が落ちる、満腹感が得られにくい、ダイエットに必要なホルモンが分泌されにくくなるなどの、まあ、そういった可能性が出てくるので、タンパク源はダイエットに必要不可欠な栄養素。そして冒頭でお伝えしたようにダイエット中のタンパク源として豆腐はこれまでも人気の食材でございました。それは先ほどお伝えした通り、豆腐は調理いらずで低価格で簡単に手に入るということが理由だと思います。肉や魚といったタンパク質は調理が必要なものがほとんどなので、料理が苦手な方や忙しい方が毎日取り入れるっていうのは少しねハードルが上がったりしますよね。ちなみに豆腐はアミノ酸スコアが100、つまり満点なので肉や魚と同じく良質なタンパク源でございます。また豆腐がダイエット中に人気のタンパク源である理由はそれだけではなくて低カロリーという点も大きいと思います。具体的な数値で比較していきますと、 100g あたりのカロリーは肉や魚の場合100から200キロカロリーのものが多いのに対して、豆腐のカロリーは50キロカロリー前後。当然カロリーの摂りすぎは太る、痩せられない原因になるのでダイエッターには嬉しいポイントです。豆腐がダイエットに効果的な理由の2つ目です。イソフラボンとサポニン、レシチン。大豆製品に特徴的な成分として大豆イソフラボンという栄養素の名前聞いたことある方多いのではないでしょうか。更年期症状の改善予防に効果的ということで一時期話題になりましたよね。これはイソフラボンには女性ホルモンに似た働きをしてくれるからです。そのため更年期症状に効くだけではなくって美肌効果や骨粗鬆症、生活習慣病、がんの予防効果まであるというふうに言われています。そしてイソフラボンはダイエットにも嬉しい効果を発揮してくれるんですね。なぜならイソフラボンはポリフェノールの一種だから。ポリフェノールは体の酸化を防ぐ力が強くって、つまりアンチエイジング効果が高い成分なんです。そのためイソフラボンは細胞の老化を防いでくれるので、細胞から代謝を高める効果が期待できるんです。また豆腐に含まれるサポニンとレシチンという栄養素も抗酸化作用、代謝アップ効果が高い成分だと言われております。さらにこれら2つの成分には脂質の代謝を促すコレステロールや中性脂肪を低下させる、肝機能を回復させる、血液をサラサラにする効果まであるんですよ。もはや健康的に痩せたいのに豆腐を食べないなんて人生損してるという気がしてきましたよね。豆腐がダイエットに効果的な理由の3つ目です。ビタミン、ミネラル、オリゴ糖。あまりイメージがないかもしれませんが、実は豆腐はビタミンやミネラルも含まれている食材なんですね。特にダイエットに嬉しい栄養としてはビタミン B 群とカルシウムではないでしょうか。まずビタミン B 群について説明をすると、これは代謝の鍵と呼ばれる栄養なんですね。なぜなら糖質、脂質、タンパク質というカロリー源はこのビタミン B 群のサポートがないとエネルギーとして活用することができないからです。逆に言うとビタミン B 群をしっかりとっていればカロリーを摂取しても太りにくいだけではなくって、代謝が良くなって元気に活動することができるんですね。加えてカルシウムも代謝に重要な栄養素。
なぜならカルシウムは筋肉をスムーズに動かすのに必要な上、脂肪の分解を促すというふうにも言われているからです。もちろんそのイメージ通り、イライラ予防や骨作りにおいても重要な役割を担っていますよ。さらに過去の私のように便秘で悩んでいる方に嬉しい栄養がオリゴ糖、豆腐に含まれる大豆オリゴ糖は腸内環境改善効果っていうのが期待できます。なので最近お肉ばかり続いて便秘がちなんて方は、豆腐をタンパク源として選ぶことで腸内を整えていけるっていうところもね、期待できちゃいますよ。このようにダイエットにはメリットしかないと言えるほど魅力的な豆腐でございますが、痩せる取り入れ方の、ね、ポイントあります。ということで、続いてはダイエットに効果的な豆腐の取り入れ方をご紹介していきます。私が実際どのように取り入れているかというところもね、ご紹介していくので、ぜひここからね、参考にしてみてくださいね。ダイエットに効果的な豆腐の取り入れ方の一つ目です。ばっかり食べをしない。先ほどお伝えした通り、豆腐はダイエットに効果的な食材なので、3食豆腐にしてダイエットを頑張ろうなんて思った方もいらっしゃるかもしれません。ちなみにこれは過去の私です。痩せるために毎日毎食サラダに豆腐を乗せるだけという食事をしていました。確かに痩せはしたんですが、体は冷えるし、すぐにお腹はすくし、リバウンドはするし、あの努力は何だったのっていう結果だったんですね。このような状態になった理由として、冷たいサラダと冷ややっこによって単純に体が冷えて代謝が落ちてしまったっていうせいもあると思うんですが、実はカロリー不足も原因の一つです。なぜなら極端にカロリーや食事量が少なくなると、体が危険を感じて代謝を低下させて超エネモードになってしまうからです。また豆腐ばかり摂りすぎると大豆イソフラボンの摂りすぎとなって、かえって女性ホルモンのバランスが乱れてしまうっていうリスクもあります。そうすると下半身太り、 PMS の悪化、女性疾患のリスクが高まるという危険性もあるんですね。そのことから大豆イソフラボンは厚労省によって摂取上限量というのが定められていて、その量は1日につき70から 75mg 程度までというふうに言われています。ちなみに豆腐だと木綿半丁で約 42mg、 絹ごし半丁で約 38mg のイソフラボンというのが含まれています。つまり1日で豆腐1丁食べてしまうと、1日のイソフラボンの上限量を超えてしまうリスクがあるんですね。たまにはね、この量を超えちゃうことあります。私も全然あります。サブチャンネルの方でね、3食の食事を公開しているんですけどね、全然超えちゃってる時ってあるんですね。でもたまにはね、この量を超える程度であれば問題ないと思うんですけれども、やはり毎日ね続いちゃったりとかね、結構な量をオーバーしちゃうっていうことは、まあそういったリスクっていうのも高まってしまう可能性もあるので、豆腐は1日につき半丁程度、まあ、そこをね目安に取り入れていただけるといいのではないでしょうか。ダイエットに効果的な豆腐の取り入れ方の一つ目です。おかずとして食べていく。過去ダイエッターだった頃の私が豆腐サラダに加えてよくしていた食べ方が、ご飯の代わりとしてね豆腐を食べることです。実際ね、豆腐をボロボロになるまで炒めてご飯のようにして食べるというねダイエット法もあったりしますよね。で、当時の私は上手にダイエットをして、私ってすごいなっていうふうに思っていたりしたんですけれども、これでは先ほどお伝えしたような豆腐の摂りすぎによるリスクっていうのもあったりしますよね。そして豆腐をご飯としてね食べるということは、他にもね実は危険っていうのがございます。それはタンパク質の摂りすぎとなっちゃう可能性ですね。先ほどお伝えしたように、タンパク質はダイエットに必要不可欠ではあるんですが、タンパク質を必要以上に摂りすぎてしまうと、消化や代謝にもちろん負担かかっちゃいますよね。人って代謝できる量って限られているので、またカロリーの摂りすぎになっちゃうことや、そのことによってダイエットが停滞したり、体調が崩れちゃうっていうリスクもあります。なので肉や魚などのおかずに加えて、ご飯代わりに豆腐を食べちゃうと、逆にダイエットが進まなくなっちゃう可能性出てきちゃいます。なので豆腐をダイエットに取り入れるときは、おかずとして取り入れるようにしてみてくださいね。ちなみに、よりダイエットに効果的に取り入れるためには、調理法や味付け、よりシンプルにしていただくことがおすすめです。ダイエットに効果的な豆腐の取り入れ方の3つです。他のタンパク質もプラスしていく。先ほど豆腐は1日につき半丁程度までを目安に、おかずとして取り入れることがおすすめというふうにお伝えしましたが、1食のタンパク源が豆腐半丁だけだと、タンパク質が不足しちゃうというリスクありますよね。
つまりタンパク質は多すぎても少なすぎてもね、あまり体にとってはよろしくない。ちなみに一般的な成人女性の場合は一食に必要なタンパク質の量は目安だいたい 20g 前後というふうに言われています。豆腐半丁のタンパク質は 7g から 10g 前後、つまり豆腐半丁だけだと一食に必要なタンパク質の量としては半分程度の量しか取れていないというわけですね。とはいえ毎日毎食グラム数まで考えて食事を準備するっていうのはなかなかね大変なことかと思います。そこでおすすめしたいのが、豆腐は卵、乳製品と組み合わせて3つセットで摂るようにしていくということです。なぜなら卵1個のタンパク質量が約 6g、ヨーグルト 100g のタンパク質の量というのは約 3g 程度なので、豆腐と組み合わせるとちょうど1食のタンパク質の目安量になってくるからです。ちなみにこの3点セットで取り入れるのは朝食が一番おすすめです。なぜならこの3つの食材にはセロトニンというホルモンのね、材料っていうのが含まれているからです。このセロトニンには食欲やメンタルを安定させる効果っていうのがあるので、朝にこの3点セットっていうのを取っておくと、1日の食べ過ぎやストレス食べを防ぐ効果っていうのが期待できちゃうんですね。また、この3つならどうでしょうか？忙しい朝でも準備しやすいというのもおすすめの理由です。実際私も朝は大豆製品、乳製品、卵の3つを組み合わせて摂るっていうことが多いですよ。またその点はサブチャンネルの方でね、1日の食事を見ていただければと思います。あとはね、こちらの痩せる朝食っていう動画もおすすめです。概要欄にリンク貼っておきますね。痩せる朝食3分で完成、料理豚でも作れるダイエット飯ベスト5という動画です。他にもこういったダイエットの小ネタをインスタとか特に公式 LINE の方でね発信をしているので、そちらも合わせていただけるとより理解が深まっていくと思います。ではチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。食事からビューティー保健師の松田玲でした。今日もごちそうさまでした。バイバイ。